はい、どうも、大木です。今日はですね、お伝えしておくことがあるので、ですね、実は今日から、グッズが販売されます。めちゃくちゃいきなりですよね。めちゃくちゃいきなりなんですけど、これわかりますかね？見て。エコバッグです。最近袋の有料化に伴って、なんかバッグを持たないといけないみたいな風潮あるじゃないですか。自分エコバッグ持ってなかったので、もうこれを機に作ろうかなと。これパッと見エコバッグってわかんないよね。しかも、魚と思いきや、実は俺のチャンネルの、俺が作った絵のニコちゃんがデザインされてます。意外とこのデザインは今ね、映ってメイちゃんにね、似せて作ってるんですけど、噛んじゃった。グッズを食べちゃダメだよ。これ今軽量化されて、なんかすごいちっちゃくなってるんですけど、ちゃんと外すとね、ちゃんとしたエコバッグになってまして、今ちょっとお見せしますね。じゃーん、見て。見て。これも自分でデザインしました。ゴミ箱にちゃんとゴミを捨てる猫ちゃん。メイちゃんが見てる。猫も気に入ってる。あ、気に入ってる。かわいい。気に入ってる。よかった、よかった。せっかくなんで、今からちょっと買い物に行こうかなと。買い物に行って、まあ、今何も入ってない状態の袋なんですけど、パンパンにして帰ってこようかなと思います。じゃあ買ってくるか。行ってくるから。あー、爪が引っかかってる。さっきまでちょっと雨降ってたんですけど、やみました。晴れてるのに雨が降っていた。晴れてはないか。ただいま。結構パンパンに詰めて帰ってきました。俺ね、欲しいものあって、今最近運動不足ってのもあって、スポーティーなものが欲しくてですね、こういうなんか動きやすいここジャージとか、ここら辺をマスクとかね、運動用マスクとか買ったりしてて、あと靴下かな、一応見ます。あとちょっとプロテインを作るやつと、これパンツ、いやなんで俺パンツ見せて、パンツじゃない、ちゃズボンね、まあそういうものをいっぱい、まあ一応見せますね。プロテインでしょ。結構入ってるでしょこれ。一つのアンダーシャツですね、これ。野球用の。草野球ちょっとやってるんで。はい。なかなか入ってるでしょ、まだあるよ。シャツかな、シャツ、アンダーシャツですね。これ全部入れてたから。これ全部入れてて、まだまだ入る状態だ。なかなか入るんだよ、この猫ちゃん。このエコバッグ。実はこれ本日発売するので、もしも、ね、購入したかったら、下の概要欄に URL 載ってるので、そこから、ご購入くださいと。はい。以上、買い物終わり、俺の休日終わりました。ありがとうございました。